出してくぞ、竹でございます。遠いな。本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになってるんですけれども、ちょっと練習動画ということでやっていきたいんですけれども、突っ込まないと。やんのかな。じゃじゃーん、新カラーのドラゴンフライ。なんで TKD がドラゴンフライ持ってんだってコメントがちらほら見えてましたけども。いいでしょう。なんで持ってる理由。そうまあこういうのと一緒だよね。ボストンテンもさ、長距離用シューズなんてじゃん。なんだけど練習の用途として使い分けてる中の一つ。これもそういう意味では練習用でっていう。もう練習で2回ぐらい実は履いてて。どうです感覚。前履いた時よりちょっと難しくなってる。というともちろん弾む感覚すごいある。設置してる時間がね、単純に長く感じる。すごくまあまあいいんだけど、ね、まあ、そういうスパイクだし、そもそも練習です。単純にね。今の流れ的に言うと、まあ冬季練習はまあちょっと体調崩したり家になったりってなった中で、正直100点という冬季練習はなかった。ぶっちゃけ50点不安要素がある冬季練習明けって今のところなんだけど、体も不完全の状態で初戦を迎えて、まあ11秒00で、その1週間後にアップはしたけれども走るのはやめた。治療してからまた1週間ぐらい休んで徐々に明けてる状態なんですけれども、まだスピードレーンは絶対やらない。じゃあなんでお前ドラゴンフライ持ってんのっていう話になると思うんですけれども、ロング走の中で試してみたいなところで今回ちょっと履かせていただくんですけれども、前1回やったんだけど321、あの小学生に煽られた時あれのペースで1回ドラゴンフライ履いてみてやってみようかなっていう、ちょっと今日試しをやっていこうかなと思います。ダッシュで行こうぜ。押して地面を押して流していくというイメージですね。はい、ということでですね、ちょっと今僕2箇所痛めてて、ケツからハムストリングスにかけてのこの右側とアキレス腱ですね、左のアキレス腱。これはあのみんな見ていただいた通りのあの順天堂競技会、まあ、それの前からずっと痛めてるところだったんですけれども、まあ順天堂の日もね乗り切れたって言ったらまあ語弊はあるんだけど、完走できたというところで、まあ次の日に疲労はめちゃ残ったよっていう話も動画で話させてもらったんだけど、綺麗にさっぱりクリーンな状態にしてからこう練習をしていきたいなっていうところで治療院行ってしっかり休んで、で3日前ぐらいからまた練習再開して、もう最初はもうウォーキングから始めて 30% の流しぐらいまでして、昨日軽めのウェイト、軽め、まあハムストリングスとアキレス腱にあまり負荷を与えないようにがっつりウェイトやって、で今日だったんですよね。まあ結論言うとスパイクを履いて 4,5 割程度で今日もしっかり走っていこうかなという予定だったんですけど、ちょっとね、今までにないアキレス腱の痛みが来ちゃって、明らかに走りもかばってて、ちょっと良くない状況になってしまいました。治療した後にそのアキレス腱に負荷のかかることを一切やってない状態で今日だったので、ちょっとびっくりしてて、痛い人痛くない人が、まあその気候によってもあのだいぶ痛さって変わってくるところもあると思うし、逆に治療して緩んだことによっての痛みが出るパターンもある。ああなるほどね。それだった現役の時。うんうん、その可能性も高い、うん、ちょっと時間だてはなる可能性もあると思う。いろんな段階といろんなパターンあるから、うん、焦らず向き合っていくしかない。なるほどね。というヨシさんの今のアドバイスもあり、全てを考慮してちょっと一回ランニング控えたいなと思います。でも全然諦めてないです。全然諦めてなくて、やれるものは全部やっていきたいなと思います。やっぱり一回5月中旬に本張るんで、そこに向けてもう一回作り直していきたいなと思います。前回の出れなかったっていう動画引き続き、今回も走るシーンが全くなくて、ほんとみんなのモチベーションをしっかり上げていきたいなと思うんですけれども、こういうちょリアルを届けるのも TKD プロジェクトの強みかなと思いますので、ほんと申し訳ない、こういう動画が続いちゃって。でも全然諦めてないんで、ちょっと頑張りたいと思います。じゃあ俺が取れないか作ってあげる。スマイルに広告黄色つきそうこれからレッドカードですので大丈夫ありがとうよしきさん、ほんと申し訳ないけど、また怪我と僕の体重については引き続きちゃんと報告していくんでよろしくお願いします。みんなあのコメントで慰めてあげて。意外と落ち込んでない。あ本当に、うん、まあそうだよねって感じもあるから頑張ります、はい、お疲れ様でした。お疲れ。